はいどうもこんにちは、カジマクです。昨日ご紹介したこれ、アマゾンで税込み送料込み1380円のシャオミ最新完全ワイヤレスイヤホン、レッドミーバッツ6プレイ、これめっちゃ安くないですかっていうお話ししたんですけど、いや正直ぶっちゃけ僕はこれよりも今回ご紹介するこれ、レッドミーバッツ6ライト、こっちの方が安いんじゃないかと思ってます。はい、お値段はこっち1380円、こっちは2480円、いや高いやんっていう話なんですけど、そのスペックやばいんすよこいつ。はい、今回またシャオミのご乱心値付けミスってるんじゃないかっていうぐらい、レッドミーバッツ6ライトもかなりやばいスペックを積んでます。ということで今回この2480円でなんとアクティブノイズキャンセリング搭載のレッドミーバッツ6ライト、開けて中見てどんなものかチェックしていきたいと思います。それでは始めていきます。レッドミーバッツ6プレイ1380円、インパクトあったんですけど、いやこれ2480円で 40dB までアクティブノイズキャンセル、やばいのは実はこっちかもしれません。はい、レッドミーバッツ6ライト先に特徴チェックします。今回ご紹介するレッドミーバッツ6ライト、カラバリは3種類で、ブラック、ホワイト、ブルー、今回僕はブラックを買ってます。で、なんといってもこれ通常だいたい5000円クラスのイヤホンから装備されているハイブリッド ANC40dB のアクティブノイズキャンセル、これがなんと2500円切ってるのに搭載、いやこれはやばいですよね。で、 12.4mm のチタニウム製ドライバー搭載、ちなみにこれ昨日ご紹介したレッドミーバッツ6プレイは 10mm ダイナミックドライバー搭載でした。はい、このあたりもちょっと期待が高まります。で、イコライザーの調節は、シャオミイヤーバッツ、アプリで行うことができます。で、さらに、クリアな通話が可能な、デュアルマイクノイズキャンセリング、これも後で試してみます。そして、太陽光デックは AC、これも嬉しいですよね。快適な付け心地を最適化。ご覧の通り、うどんタイプの、こういったイヤホンになります。で、最大38時間、バッテリー持ちも十分。さっきお話しした、専用アプリで、イヤホンを簡単にカスタマイズ、 Google ファストペアにも対応。はい、レッドミーバッツ6ライト、こういった特徴を持ったイヤホン、これがなんと2480円。はい、シャオミのご乱心。それではそのご乱心イヤホン開けていきます。中身は6プレイ同様すごく簡素な内容で、あ、これでもう空かな。日本語にも対応した多言語の説明書で、イヤーピース、これが本体と別に S、L2 種類ついてます。で、本体には M がついてます。はい、その本体。せーの!イエーイ、来たー!はい、これが、シャオミ渾身の2480円イヤホン、レッドミーバッツ6ライト。はい、本体は、あ、結構綺麗な、ツヤのある、ピアノブラックみたいな感じ。はい、これ確かに、指紋は目立つかもしれませんけど、高級感高いですよね。はい、ぐるっと回すとこんな感じ。いや、これ、絶対2480円には見えません。間違いなく高見えする、こんな感じの外観。絶縁シートがついていたんで、それを外して、一旦戻します。はい、LED 点灯しました。ペアリングモードになってますね。スマホを確認すると、はい、Google ファストペア、これが立ち上がってたんで、接続、セットアップします。はい、これで簡単ペアリング、バッテリー残量や、太陽光デック AC 確認できました。で、アプリを開くと、やっぱり昨日ご紹介した、6プレイとは違って、外音取り込み、ノイズキャンセリング、オフ、こういった項目がありました。で、その下、ジェスチャー、これをタップすると、こういった設定ができるようになっていて、各操作、任意の設定ができるようになってます。で、オーディオ効果、標準、高音強化、低音強化、音声増幅、カスタムを選ぶと、オーディオバランス、イコライザーを好きにカスタマイズできます。で、追加設定、あ、これは、低遅延モードではないですね。で、昨日もやったイヤホンを探す、両方鳴らしてみます。はい、聞こえますかね?ちょっと小さいような気もします。はい、それではレッドミーバッツ6ライト、音楽に動画、視聴してみたいと思います。
はい、終わりました。ステレオチェック問題なし、逆位相チェック問題なし、昨日ご紹介した6プレイみたいな接続の不具合というか、なんかちょっとバグった感じ、ああいうことは Android OS も iPad OS も両方特に問題なかったです。快適に使いました。で、音量に関してはこれも Android iPad OS とも最小音量は聞こえなくなるぐらいから細かく上げていくことができて、最大音量は6プレイと同じくちょっとだけ控えめ、あ、いやでも僕の場合最大でずっと聞くことはできないぐらいかなり大きな音量が出ました。ただ他のイヤホンと比べるとちょっとだけ最大音量控えめな印象でした。で、音の遅延に関しては僕ではちょっとリップシンクのズレ確認できないぐらい特に問題感じませんでした。ただこれは使用される環境、個人差、それによって気になる方がいらっしゃるかもしれません。ただ僕は大丈夫でした。で、まずやっぱり気になるのはアクティブノイズキャンセリング、結構効きます。24時間換気扇が回っているトイレに入ってもアクティブノイズキャンセリングをオンにすると体感8割その音を消してくれます。ドアの開け閉めとかそういう時のカチャっていう音、これも6、7割ぐらい体感ではカットされてます。普段聞いてるテレビの音量、これが全く聞こえないっていうわけにはいきませんけど、ただイヤホンで何か音楽とか動画なんかを見ている場合、テレビの音量全く気にならないぐらいしっかりカットしてくれてました。で、ただちょっと残念だったのは外音取り込み、これがさすがにつけていると外している時全く同じかと言われると、ちょっと外音取り込み若干音量が小さくて、その取り込みの音質生耳には及びませんでした。なんでこのあたりはちょっとやっぱりお値段なりというところで、音質に関して、いや結構素晴らしいです。はい、これまず微妙なところからいくと3000イヤホン、そのあたりは十分凌駕してるんじゃないかと思います。で、ただ5000イヤホンとなると負けず劣らず、そういったイメージで、音質確かにいいんですけど、アラを探せば探せないことはないっていう感じ。あ、まあただ当たり前ですけど、僕の感覚ではレッドミバッツ6プレイよりは1枚上手、そういうイメージで、音の広がり、きめ細やかさ、そういうところはさすが兄貴分で、よーく聞いてみるとドンシャリなのかなっていうぐらい、僕的にはデフォルト状態でバランスタイプに聞こえていて、で、アプリでの調整、高音強化や低音強化、音声増幅なんかも結構そのバランスが良くて、全体的に聞きやすかったです。ただやっぱり僕は一番好みは標準、あんまり低音強調されてないかなって思いつつも、よくよく聞いてみると結構しっかり響いてる感じで、若干ちょっとリバーブ感あるかなっていう、そういう印象はありました。で、ただここからちょっと残念なポイント、実はこのレッドミバッツ6ライト、さっきもお話しした通りアクティブノイズキャンセル、これは結構効くんですけど、これをオンにした時ちょっと音質暴れます。特に低音が持ち上がってきて、なんていうか曲によってはあれと思うことがありました。さっき褒めていた話はアクティブノイズキャンセルオフの状態で、それをオンにするとちょっと音質、やっぱり残念な状態と言わざるを得ない、曲によってはそういう風に感じました。はい、このあたりちょっと微妙なんで賛否はあるかと思います。ただ ANC しっかり聞くのは聞くんで、これで2500円切ってると考えると、やっぱりレッドミバッツ6ライト、ご乱心価格としか言いようがないです。はい、ということで今回ご紹介したレッドミバッツ6ライト、そしてレッドミバッツ6プレイ、説明欄にリンク貼っときます。よかったらチェックしてみてください。もしもし、今これシャオミのレッドミバッツ6ライト内蔵マイクで音声を収録してます。はい、これがレッドミーバッツ6ライト内蔵マイクの音声です。はい、やっぱり今回シャオミの挑戦、ご乱心価格はすごいなって感じる一方、コストは結構大事、そんな風に感じた部分もあって、これ多分もうちょっとコストをかけてブラッシュアップすれば1万円イヤホンをまくれる、そんな存在になったかもしれません。ただちょっと ANC が売りなんですけど、それをオンにすると音質が結構ガラッと変わってしまうという部分、なんていうか曲によっては低音がうねったりすることもあるんで、このあたりはちょっと過度の期待は禁物といったところ。ただコーデック AC の恩恵もあるからか、普通に聞いてる分に音質
やっぱり6プレイよりはかなり上だったんで、僕はどっちを買うかというとやっぱりこっちかな。ただやっぱり僕はできるだけ ANC 使わないかなっていう、そういう印象でした。まだある意味ファーストインプレッションみたいなもんなんで、印象全然違うという方もいらっしゃるかと思います。よかったらユーザーさんコメント残していてください。で、気になる方はぜひコメント欄もチェックしてみてください。ということで、シャオミのご乱心、実は今日8月28日、また新製品発表があります。何が来るのか結構楽しみなんですけど、今時点で僕は分かってません。はい、よかったらそのあたりもシャオミさんの動向をチェックしてみてください。ということで、今回昨日ご紹介した6プレイに続いて、2480円で ANC 搭載レッドミーバッツ6ライトのご紹介でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。